まあまあ重いなこれ。はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、針のサイズを少し小さくしてですね、釣りを行った様子をお届けしたいと思います。釣りたいよ当たり欲しいよなんか良さそうですよね。ヤマトヤさん、押しちゃった。さとみさん、カニが。この時ですね、さとみさんが使用されていた針はですね、チヌアールの3号のものでございました。3号から3号へと変更してですね、結構食い込みが良くなったんですが、それでもこんな感じでカニグシャになってしまったためにですね、最終的には針2号まで下げてですね、釣りを行いました。よっしゃ、よっしゃ、これは来たんじゃない。これ来てっしょやった、やった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 、来た来た。おお、いいよ、いいサイズだよ。めっちゃいいよ、大丈夫だよ、浮かせてから玉だよよし、うまい、うまい、よし。やった、やった、いいやった、いいやったよ。やった。前回さとみさんと釣りを行った時にですね、ここの方のクロダイを狙う時は結構小さめの針を使って、で重りからですね、針の間1センチぐらい開けた状態で狙うといいことが分かったので、今回は最初から針2号のものを使用して釣りを行っています。朝一から釣りを行っていたのですが、結構気温も水温も下がってきたので、魚の活性がだいぶ鈍ってきておりました。それでもですね、そこを狙って釣りを行っていると、当たりを得ることができました。ここは慌てずにですね、魚がカニを食い込むまで少し待って、誘いを入れながら、タイがですね、食い込むのを待っております。小型ではございますが、なんとかクロダイを1匹釣ることができました。この時期の寒い時期のですね、クロダイは小さいサイズのクロダイが多いもので、そのためですね、針のサイズを少し小さくして釣りを行うことでどうにか釣ることができました。うん、ここで釣りを行っているとですね、大きなモクズガニをですね、このケイソの隙間に見つけましてですね、小さいカニを餌にしてこちらのモクズガニを狙ってみることにいたしました。モクズガニはですね、だいたい1匹2000円とかで取引されている
カニでございますので、釣って食べたらきっと美味しいんだろうと思って狙っております。カニ釣れた？うまいやつゲット。こりゃ美味しそうだな。食べてみようか。カニをですね、玉に入れたまま釣りを行っていっております。この時期はですね、結構寒かったせいか、玉にカニを入れたままでもカニはですね、おとなしくいてですね、逃げることはありませんでした。よし、2枚目、こっち。カニ入ってる。わ、カニがいるから。よいしょ。カニと共に行く。カキを小さくしたらよかったな。血のあるの2号がちょうどいいな。よしよし。ちょっと忘れがちだけどね。まあ、これだったらちょうどいい。まだ大丈夫。10。これちょっと大きい。35。33センチで35センチ。よいしょ。綺麗に壊してるね。よし、よし、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回ですね、チナールの2号の針を使っておもりとの間をですね、1センチぐらい開けて、しっかりとカニを食わせ込んでですね、針を口にかけてどうにか釣ることができました。クロダイと一緒にですね、釣ってきたこちらのモクズガニですが、2日ほどですね、泥を吐かせた後で味噌汁にしていただきました。味噌汁にするとですね、しっかりとカニの風味が効いていてですね、非常に美味しくいただくことができました。今の時期だけですね、なぜかこのようにモクズガニを釣ることができます。次に見かけた際も積極的に狙っていきたいと思います。それでは皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。